女体山古墳は、群馬県大田市内池島町にある、ホタテ海形古墳。国の史跡に指定されている。古墳名称の女体山は、隣接する南体山古墳に対するものである。前景標高40メートルの大地上に立地する。ホタテ海形古墳としては、宮崎県西都市の男狭塚古墳、奈良県北葛城郡河合町の乙女山古墳と並び、 全国3位、関東では最大の規模を誇る。昭和2年に国の史跡に指定された。発掘調査は行われていないが、主体部は縦穴系と推定され、円筒埴輪や継承埴輪が採取されている。配置や主軸方向などから、東欧古墳と隣接する大田天神山古墳とは密接な関係があると考えられる。 両古墳とも新弱の25尺を単位として設計されており、一連の計画に基づく築造と思われるが、東古墳は大田天神山古墳にわずかに先行して5世紀中央に築造されたと考えられている。令和元年、墳急支度最悪1400平方メートルを消失する火災が発生。出火原因を調査している。助体山古墳、大田市、大塚初茂。 小林三郎、俗日本古墳大事典東京堂、出版2002年361ページ、図説日本の史跡に原始に P72、ありがとうございます。